皆さんこんにちは。韓国在住のほろ酔い主婦です。韓国料理の魅力を紹介しています。今日はインチョン空港がある島ヨンジョン道の話題のスポットを3つ紹介します。ソウルから近い島で海だけじゃなく新鮮な海鮮料理やオーシャンビューカフェなど SNS で大人気の観光地です。空港を出てすぐにソウル行きの電車やバスに乗ってしまうとわからないけど、インチョン空港があるヨンジョン道は見どころ満載の島なんです。この辺りは海鮮カルグクスやお刺身の盛り合わせや貝焼きのお店が多く立ち並びます。去年の今ぐらいにこのお店に来たんですが、リニューアルしてメニューも少し変わったのでまた来てみました。以前は2階にお店があって海を一望しながら食事を楽しめたんですが、なんと1階にお店が移転したようです。ロケーション抜群のオープンテラス、海も見えるし海風も心地いい。今日はここで新メニューの貝蒸しを食べたいと思います。基本のおかつたちです。塩辛、角的、とんちみ、青唐辛子のピクルス、それから枝豆、貝蒸しを食べた後に食べるカルグクスまでついてきます。それから焼酎も頼みました。壺の中に入っているのはとんちみ、大根を丸ごとじっくり発酵させて漬ける韓国伝統の白い水キムチです。ほのかな酸味が口の中をさっぱりさせてくれるんです。それからチョジャンというお酢とコチュジャンを混ぜたタレとわさび醤油を準備しておきます。貝といえば焼酎ですよね。いただきます。おー、今日も焼酎が甘くて美味しい。じゃじゃーん、三段盛り出てきました。三段、5段、7段とあるんですが、2人なので3段を注文しました。一番上はホタテ、2番目はサザエやトウモロコシ、卵が入ってます。一番下はエビとハマグリ、色とりどりの貝の3段盛り、見てるだけでテンション上がります。蒸した状態で出てくるので、このまんますぐに食べれるのも嬉しいです。どれから食べようか迷っちゃいます。まずはソジュでお口を潤してから、ホタテを味わってみます。意外と身は小さいけど凝縮されたうまさがあります。ハマグリはやっぱりわさび醤油で、これは醤油とよく合いますわ。蒸し焼きは貝がしっとりして絶妙のタイミングで食べれるからいいですね。
次はサザエ。よし、成功。肝部分までうまく取れました。磯の香りが濃厚、弾力のある歯ごたえが最高です。これはお酒が進む進む。ゆで卵が入ってるのも珍しいです。暑いから少し冷ましてから食べます。韓国のトウモロコシ、日本のトウモロコシとは味も食感も全然違うんです。日本のように甘くなくて食感はもちもち。チョジャンと卵もいい組み合わせ。最後の締めの炭水化物はカルグクス。お釜の下にスープが入ってたんです。スープがグツグツしてきたら麺を入れて、残った貝も入れちゃいます。麺の粉臭さがなくなるまで煮込むのがポイントなんだとか。海鮮だしが麺によく染み込み、最後の締めにぴったりです。開放的なオープンテラスで食べる貝蒸し、満喫しました。特別な貝は入ってなかったけど、周辺の海鮮のお店に比べると比較的リーズナブルで大満足でした。次に紹介するのは有名なサンパップのお店。一人17,000ウォン、一人17,000ウォンでこれだけたくさんのおかずたちが並べられます。サンパップとはサンチュやエゴマの葉などの葉野菜にご飯やいろいろなおかずと合わせ味噌を包んで食べる韓国の健康食です。ヨンジョン都にはいくつか有名なサンパップのお店があるんですが、そのうちの一つがここです。それにしてもすごい量です。味噌チゲ、石窯ご飯、メインのおかずとして肉料理はポッサム、魚料理はサバの煮魚があります。色鮮やかな韓国料理のごちそうがたくさん並びます。韓国で生活していても、実際家庭ではこんなにたくさんの韓国料理は食べないので感動です。ここの葉野菜は自家栽培の有機野菜。他のサンパップのお店に比べると野菜の種類は多くなかったけど新鮮で美味しい。石窯ご飯が出てきたら、まずはすぐにご飯を移します。
それから夜間に入っているだし汁をご飯が浸るくらいまで注ぎます。デンジャンチゲはほんのりスパイシーでめちゃくちゃ美味しかったです。あ、今日は健康食なのでいつものソジュは控えました。ポッサムとソジュは最高なんですけどね。これがこのお店の特製のタニシ入りサムジャン。このタニシの食感がいいんです。サンパの特製味噌はほとんどが自家製で、普通のお味噌と違って旨味がたっぷり。新鮮なお野菜で作ったおかずたちはどれも全部美味しかったです。おかずはおかわりできます。美味しすぎてご飯が進む進む。おかずの色彩、組み合わせ、栄養バランス、味付け、すべて完璧。よくわからない初めて食べるおかずもあったり、カクテキかと思ったらじゃがいもだったり、おかずの種類が多いから一つ一つ味わう楽しみが盛りだくさん。新鮮な葉野菜はツヤが違います。最後のデザートはヌルンジ。温かいから食後のお茶を飲んでる感覚。お口直しにもなるし消化にもいいんです。これを見つけちゃうとつい飲みたくなっちゃうんですよね。普段あまり食べないお野菜をたっぷり摂取できて健康になった気がします。サンパップの魅力は豊富な野菜をたっぷり摂取できることなので、お野菜好きな人にはおすすめです。最後に紹介するのは BMW ドライビングセンター。ここもヨンジョン道にあります。 BMW で開設したアジア初のドライビング体験施設。入場料は無料です。広大な敷地の中にショールームや体験スペース、カフェやレストランなどが入った建物。 BMW所有者のためのサービスセンター、6つのドライビングトラック、それからちょっとした遊び場もあり、大人から子供まで楽しめる場所なんです。実際に車の中も乗車できるので子供も大興奮でした。この動画がちょっと昔のものなので、展示してある車の種類は現在は違うかもしれません。体験プログラムではプロのドライバー運転によるスポーツ走行やドリフトなど臨場感あふれる体験で大人気。体験料金はちょっと高めです。
車が好きな人にはたまらないおすすめのスポットです。かっこいい自動車に乗ってみたり、触ってみたり、普段味わえない体験ができるのが魅力的。店内は広いし、店員さんがぴったり横にくっついているわけじゃないので、気兼ねなく見学できて楽しかったです。今日はインチョン空港があるヨンジョン道の話題のスポットを紹介しました。ソウルなどの都市からも近いのに優雅なリゾート気分を味わえるのがとっても気に入ってます。インチョン空港だけじゃなく魅力が盛りだくさんです。この動画では本場韓国料理や観光スポットを紹介しています。よかったらチャンネル登録お願いします。今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。